私の声が聞こえる？あ、ナヒーだ！旅人にパイモン、そしてザンヒョウは、先ほど何が起こったの？私は急に何らかの力に遮られてしまって。スカラマッシュの仕業だ！あいつがお前を締め出したんだ！想定外だわ。彼にはほとんど力が残っていないというのに、まだそんなことができたなんてね。もしかして、破れた時に力の一部をこっそり隠していたの？それとも、彼は全力を尽くして、本来到達できない境地まで登ったのかしら。あいつ、どこへ行ったんだろう。ごめんな、ヒーダ。オイラたちが見張ってたのに。大丈夫よ。あなたたちが悪いわけじゃないわ。この先どうなるのか、私も完全に把握できているわけじゃないけど、私に任せて。そろそろ時間よ。私の導きに従って、一刻も早く世界樹の内部から離れましょう。事態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから、誰にも邪魔されないはずよ。ごめんなさい。今はまだあなたに来てもらう必要はないの。私がやるわ。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。お前は、大丈夫なんだよな。あまり心配しないで。私の判断が正しければ、多少の波があれど、大きな災いにはならない。無事の知らせが届くまで、気力と体力を回復していてちょうだい。あ、声が消えた。なんか、とんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったこと、どういう意味だったんだ？それにさっき、なんであいつはお前の手を掴んだんだよ。歴史を変えたい？でも、そんなことできるわけないだろ？そうだろ。どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えば、オイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、オイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞ。でも、なんだか心配だ。なんか、スカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞ。わけがわからない。え？ごめん、うっかりしてたぜ。スカラマッシュが変なこと言うからだ。でも、自分を消すなんてことはどう考えても
ありえないよな。もしかして世界樹の中だったらそれができるのか？おーい、ダメだ。頭がパンクしそうだぞ。あいつが何を考えてるのか全くわからない。なあ、もう嫌なやつだな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でもまさかそんなことを成功したりしないよな。そしたら、あいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのか？オイラたち、本当に何もできないのかな？なあ、これからどうすればいいと思う？寝るしかないのかな？でも、オイラ怖くて眠れないぞ。いっそ、おいしいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。これでも効果がなかったら、オイラ、ここで怯え死ぬかも。じゃあ、オイラからな。一つ目は、モンド風焼き魚。それから、鶏肉と野生キノコの串焼き。午後のパンケーキ。ホワイトソースポトフ。松茸のバター焼き。それと、ジョジョジー、杏仁豆腐、満足サラダ。あとあと、船長賞、エビのポテト包み揚げ、リーユエサンス、ハスの実入り茶碗蒸し。目を見開いて。おいら、なんか変なことでも言ったのか？その、ザンヒョウって誰かの名前なのか？聞いた感じ、あだ名みたいだけど。表情、何か急な用事でもあるのか？